はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。こんばんはというにはまだ外はねめちゃめちゃ明るいんですよ。でももう6時半回ってますから、こんばんはだね。で、関西は今日ほんといいお天気でした。で、雨が昨日はねもうほんと大雨だったんだけども、雨が上がって爽やかな、なんかこうカラッとした風が気持ちいい、そんな感じのお天気でしたが、さてオリックさん、今日も昨日に続いてバンテリンドーム、明日残しての3連戦の真ん中のゲームということだったんですが、昨日負けてね、今日のゲームがとっても重要だという中で、今日はサチア投手が先発して、初回ね、1点取られます。で、なおもランナーワンアウト二塁三塁残すんだけど、そこから連続三振で1点でしのいだ。これが大きかったね。で、今日は相手松葉投手なんだけども、今日は中島監督随分オーダー変えてきました。今日は森選手お休み、中川圭太選手も昨日に続いてスタメン外れて、1番茶野君持ってきて、2番にキャッチャー若月君を持ってきた、ケンケン持ってきたねえ、そんな打順で3番に足立ちゃん、4番に、頓宮君、5番にラオという感じで、そんな打順を組んできたのね。で、今日は8番にサッチを持ってきて、9番に広岡君を置いた。で、こういうのがまた後々効いてくるんだよね。で、相手松葉投手にも完璧に抑え込まれていた。初回あの若月君のツーベースがあって、ランナーセカンドの先制のチャンスもあったんだけど、そこで3番4番が倒れて、点がないという中で、2回から6回までは2、3、4、5、4イニング連続ランナーも出ませんでしたもんね。でヒット1本という中で厳しいな、サッチ粘ってるのになっていう感じの、投手戦の中で、7回がやってくるんですよ。で、中日さんは6回からも継投に入ってましたからね、そこからブルペンで逃げ切っていこうという、ことで、中日はピッチャー安定してますからね、後ろもいいんで、なかなか厳しい。昨日もそのブルペン陣に抑え込まれてしまったんでね、でどうかなと思ったんだけれども、あたっちゃんがフォアボール選ぶのよ、しぶとくね。それまで2三振だったんだけど、そこでしっかりフォアボール選んでランナー出る。で、頓宮君がヒットを放ってチャンスを広げた。ワンアウトランナー2塁1塁、という場面で、バッター杉本選手という場面だったんだけど、ここで中島監督動きました。今日スタメン外れた森選手をピンチヒッターとして起用する、ここは盛り上がりましたね。で、その森選手はセンターフライに倒れてしまうんだけれども、2アウトランナー2塁1塁で、まだ代打構成が続くんだよね。ここで持ってきたバッターがゴンザレス。昨日スタメンで、昨日おとなしという形だったんだけど、今日はね、このピンチヒッターというところで、レフト前同点のタイムリーヒット。これ大きかったね。送球間にランナー二塁三塁に進むんだけれども、続くバッターまた代打の、中川圭太。3連続代打、代打構成。圭太が見事に、ツーベース。追ってランナー2人を返して3対1逆転。ね。で、それで終わらなかったのが素晴らしい。野口君がフォアボールを取ってチャンスを広げて、続く広岡君がヒットを放つんですよ。これ大きかったね、本当に。そんな形で一挙5点を取った。ゴンザレスのヒットも同点打も素晴らしい。圭太君の勝ち越し打も2点タイムリーツーベースも素晴らしい。広岡君のダメを押すような、2点タイムリーも素晴らしい。もう7回だけですよ、オリックスは本当に。そこでね、しっかりとチャンスを生かして点が取れたというのは大きかったね。しかもツーアウトになって森君倒れて、ツーアウトランナー2塁1塁。ここから5点だから。いや、今日って怖いねと思いました。昨日もね、11回の裏、ワゲスパックがツーアウトを簡単に取った後、そこからヒット、フォアボール、ヒット、満塁で村松にサヨナラヒットでしょ。だから野球って本当、ツーアウトからなんか何か起こる可能性はあるんだねと思いますね。で、サッチに今日勝ちがついた。ヒット打てなかったけども、一つ、最初のバッターボックスはライトフライ、変化球をしっかり捉えてライトフライね、ピッチャーのスイングじゃないよねと思いましたけどもね。サッチャー投手、本職のピッチャーの方で勝ちがついた。これが大きいよね。で、その後は、小木田君、近藤大ちゃんがつないで、最後は総ちゃんが出た、総一郎君が、4点差ある中でね、しっかり抑えてという中で勝利したということ。昨日ね、11回戦っていて、結構ピッチャー消耗してましたんでね、そういった意味では、今日は、小木田君が投げてくれて、1軍に昇格したばかりの、大ちゃんも頑張って、近藤大輔、投手も頑張ってという中でね、素晴らしい勝ち方だったと思います。
しんどい試合だった。正直6回までは今日もこのまま打てなくて負けちゃうのかなというような、ゲーム展開だったんだけれども、7回本当見事でしたね。あそこの中島監督の代打構成、それに応える選手たち、すごいね。もう素晴らしいと思いました。よく勝ちました。まあ、今日の勝ち、僕いつも言ってるんだけど、節目節目で勝つゲームっていうのはね、今日の勝ちは大きいですなんて言うんだけども、今日もやっぱり大きいんだよ。この前の楽天戦で負けていて、紅林くんのサヨナラツーランで勝ったゲームは、ああいうのも大きいんだけど、こういうね、苦しい試合、負けた後のゲームを取るっていうのはすごい重要なことだと思うんですけどね、そこで勝てたのは本当にいい勝利だったと思います。さあ、明日はこの3連戦の勝ち越しをかけて、での3つ目のゲームということで、宮城くんが先発を回るの。前回はね、ちょっと西武戦苦しんだところ節があったんで、さあ明日はどんなピッチングを見せてくれるか、バンテリンドームで投げる宮城くんで、相手は高橋宏斗投手ですから、まあここはジャパン対決ということになるわけですよ。だからまあ普通に考えれば簡単に打てるピッチャーじゃないよね、相手もね。だから本当にもう少ないチャンスをいかに生かせるかというところ、どうやってこう1点を取っていくのか、で少ないその点を宮城くんがいかに守れるか、できれば先に点を与えたくないんだけどもね、味方が点を取るまでは粘れるかどうか、お互いその先発には言えることだと思うんですが、どんなピッチングになるかというところですね。というわけで、今日勝って5対1見事な勝利でオリックスさん、交流戦、これまたこれでね一つ勝ち越しということになりましたね。というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日のゲームが重要です。頑張れ宮城くん、ね、打線も今日は本当、終盤に素晴らしかったんだけど、序盤から点を取る、いつも監督おっしゃるのね、序盤からつながれば言うことないんだけどって言うんだけど、まあでも今日の代打構成は素晴らしかった。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日はどんなオーダーで来るんでしょうか。今日2番若月、3番あだちゃん、これちょっとビビりましたけどね。じゃあまた。